土曜夜6時30分はバトンタッチ。わさびは日本が一番美味しくあってほしいなっていうのもあって、まずはまあコツコツこう残すとこから、異業種から兄弟で伝統のわさび作り。東京にせっかく一番有名なものがあるので、僕らもまあつなぐっていう役目で残していけたら面白いかなと。明るい未来のために今日も頑張る人がいる。